動画。しかもね、音声取らないって言ってるのにね、ひたすらなんか喋ってるっててさ、めっちゃなんか自分でも笑っちゃった。なんか音声聞こえてないのにめっちゃ喋るやんと思って。よかったらツイッター載ってます。おばば、ネコプ、ありがとうございます。あら嬉しい。もくさん、ひろっぽんさん、にじいろさん、かんちゃん、こしさん、ゆっきーさん、ふじもんさん、べくぼわさん、だいくさん、のぶしゃん、かずのりさん、HKさん、おてもちゃん、カタカナのしろさん、かりたーん、ありがとう、しんいちさん、ねこぷ、かわいい、ありがとう、かずきー、いらっしゃい、まみちゃん、ゆうきさん、こえぽんさん、でめきんさん、かじやまさん。いや、なおなおさん暑すぎた、本当に。もう帰ってくるまでもめっちゃ汗かいちゃったんだけど、家に帰ってからもめっちゃ暑くてね、本当ね、5、6分前に家帰ってきたんですけど、めちゃくちゃね、暑い。今冷房入れました。お、花からさん、涼、ありがとう、涼しくなりました。アットマーク千葉さん、ありがとう。ひろっぽんさん、あださん、のうさん、ひでますさん、ありがとう。ゆっきーさん、だるま、ありがとう。かりたん、水鉄砲、ありがとう。かのうさん、あ、そうそう、なんかよく着てるやつです。今日はこんなね、ちょっとひらひらがついてるやつ。カレーパンマンのカレーをスープカレーに変えたい男さん。変えてどうするん。ありがとう、来てくれて。なぎさん、おこげさん、ひらがなのぎゅうさん、やっくん、おさるさん、ひでゆきさん、ありがとう。野菜炒めさん、ありがとう。あまとうさん、バタコさん、ありがとうございます。お、コラボ、よかった、帰ってから熟睡できてるって。本当、体調大丈夫ですか。おやすみ。京都の夏は暑いどすなって。暑いどすな。今日はね、久しぶりにね、お昼間ちょっと空いたからね、久しぶりにネイルをしたわけよ。ネイル、今日ね、ネイリストさんもね、関西、京都なのかな、なんかすごいはんなりな喋り方で、めちゃくちゃ良かったです。京都のお姉さんにネイルしてもらいました。みひろさん、ありがとう。明日はもっと暑いらしい。え、今日より？いやだね。時びたさん、けんすけ、ありがとう。楽しそうに食べるんだね。ご飯ですか。あのね、最後のさ、何かわかる？最後のね、食べてるもの、なんかね、あれ、ひょうたんって、ひょうたんなんだけど、みんなひょうたんって食べ物あるの知ってた？私はね、ひょうたんって、この水筒とかでさ、あるやん、もうあれのことだと思ってたんだけど、ひょうたんって食べ物なんだね。それを初めて知ったのよ。で、ひょうたんを食べてたの、名古屋の大将のお店ね。で、ひょうたんを食べてたんですけど、そしたらね、ひょうたんおいしいとかって言って食べてたの。そしたら大将が、そんなにおいしいやったら言って、めっちゃいっぱいのひょうたん持ってきてくれて、それに、はぁ、いっぱいひょうたん来たっていうところで終わってるんだけど、わかる？動画ちょっともう一回見てみて。いっぱいひょうたん来たって終わってるから。あれはね、いっぱいひょうたん来たって言ってるんですよ。実は初めてひょうたん食べた。いつもとメイク同じです、同じです、ハータンさん。あたい、セイチーさん、いらっしゃい。おにぎりファンタジーさん、ありがとう。ストンコさん、プライベートジェットさん、白夜さん、ありがとう。ローマ字のよしさん、いや、そうだね、よく食べる方だと思います、私は。
くちゃんありがとう、ただいま。なのはさんありがとう。おはぎさん、むらぴーさん、いまでっちさん、ペリーさん、リルルさん、たかほしハートさん、リラックマン、ありがとう。ゆきさん、プチありがとうございます。かもしかさん、カズアットマークさん、さくらタイガーさん、ありがとう。ゆきさん、バブルありがとう。ねるさん、寝れてるわよ。今日はね、寝すぎて危うく寝過ごすところでした。今日やばい、めっちゃ寝ちゃった北のマーク、ペンギンプール、ありがとう。ペンギンプールめっちゃくれてる。ブラッチ、りょう、めっちゃ涼しい、ありがとう。とろけるさん、ローマ字のゆいさん、お、大将さん、今日は暑くて溶けてた、だって。いや、それよね、関東暑いね。愛媛がずっと雨だったからか、なんかすごい関東暑く感じちゃうわ。ひろくお帰りなさい。チュンさん、チェンさん、いらっしゃい、ありがとう。ローマ字のゆうたさん、こんばんは、ありがとうございます。さ、サムリザンさん、サムリザンさん、 Thank you ありがとうございます。レッツさん、キリンさん、あれ、しんち本当見えなかった挨拶。トゲ、埼玉帰った、おかえり。今日も良き一日でした、暑かったけど。みゆしおさん、ありがとうございます、ありがとうね。後ろのきなこもうぐったりって、あれ本当だ、あれ、きなこの向き変わってた。北のマー君、ちょっとお久しぶりだね、ありがとう。ひなぼはコーヒー飲めるようになったね。ん、ひなぼはもうずっと前からコーヒー早で。あ、Can you speak English だって。Little speak English。テックさん、かわいい。ひでゆきさん、かわいい。ありがとう。ようちゃん、ありがとうございます。ツアーの裏で TKD さんが撮りだめ。そうそうそう、いっぱい撮ってくれてたみたいで。ほんとね、私気づいてない間にめちゃくちゃ撮ってもらってて。なんか、途中今日の上げてた動画でも全然知らんうちに撮られてたやつもありました。ひろくん、プッチありがとうございます。ファイト、お仕事。ひらさん、いらっしゃい。ネイル、おしゃんしゃん、いやー、めっちゃ久しぶりにネイルしてね。もうね、あの爪がさ、もうずっと爪切りで爪切ってたから、すっごいね、もう短いの爪が、もうほんとちっちゃいから、見てこれ、わかる、このちっちゃさ。あ、この顔と比べたらわかるかもね。めっちゃ爪ちっちゃくない？これこれこれ、めっちゃちっちゃいな、し爪が、ほらこれ、今回のコンセプトはシンプルけど、ちょっとね、あの真っ白じゃなくて乳白色にしてもらって、あのちょっと透け感のあるというか夏っぽい色にしてもらいました。カタカナのシュウさん、ありがとうございます。ジャムおじさんって頭にジャム詰まってるのかな。え、ジャムおじさんってパンなん？ジャムおじさんがパンならさ、バタコさんもパンになるよ。ゴンちゃん、いらっしゃい。センパパさん、ありがとう。ナノハさん、プチありがとうございます。ブラッチ、セミありがとう。あれ、ひょうたんみんな知ってた。かんぴょう、かんぴょうや、どんな感じやろう。ひょうたんって酔っ払ったおっちゃんが持ってるイメージ。そう、持ってるか、ひょうたん。やそうよ、もめちゃん、プチありがとう。ひょうたんって名前なんだって。売り、売りじゃないよ。そうそうそう、ひょうたんの漬物です、あれ。千葉さん、ありがとうございます。
大将さん、セミありがとう。ひなおちゃんのストレス発散方法、ストレス発散方法、なんだろう、最近何してんだろうな私。ストレス発散方法、筋トレだって。筋トレとお客さんと話すこと、いいね。筋トレか、筋トレいいですね。カフェかな最近。なんかね、見つけたカフェに行くのにハマってて、行ったことなくてね、初めてのカフェにハマってる。おさぴーさん、かわいい、ありがとう。大文字のテストさん、ありがとうございます。ドナルドさん、2シュートカウント、ありがとうございます。高徳さん、おめでとう。今日誕生日。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディア高徳さん、ハッピーバースデートゥーユー。おめでた、今日誕生日だって。ドナルドさん、2シュートカウントありがとう。あれ、ハッタさん、おめでとう。英検準2級だって、すごい、おめでとう。キンちゃんさん、ありがとう。キラプチ、ありがとうございます。ひょうたん食べたことないけど、どんな食感で、味、あのね、これ食べてる時もちょっとまだ匂いが分かんないからさ、あの味じゃなくて食感はね、めっちゃね、もきゅもきゅしてるというかね、もきゅもきゅしてるというかな、キュッキュッキュしてるみたいな、食べやすいですよ。あ、コリコリ、コリコリ系なのかな。ひなぼうは僕と、あ、かずき言ってたね、食べても太らないタイプ。人よりかは太らないかもしれないね。あの、めちゃくちゃイカ水なんですよね私。もくさん、いざでっぽ、ありがとう。じゅっこも、ローマ字ののりさん、ありがとう。こちらこそ。のりたま、ビーチボールバシー、ありがとう。エイジさん、2シュートカウントありがとう。寝すぎなぐらい寝ないと心配。寝るさん、ありがとう。今日はね、すごい元気で、元気です。ねえゆいさん、なかなかね、脳が起きてくれなかった。今日はさかぴーさん、はちみつさん、ありがとう。なおさん、プッチ、ありがとう。春にひょうたんの水筒を選んだ小学生がバズってた。あ、なんか見たことあるかも、それなんだっけ、どんなやつだっけ。なおさん、ゆっきーさん、セミ、ありがとう。あ、埼玉のところさん、38度だって。埼玉、そんな暑かったんですか今日、やば。おさるさん、セミ、ありがとう。動画を見れるのはね、 TikTok ですかね、あの食べてるやつ、あのちょうど Twitter で載せてます、あの URL。 なのはさん、カウントありがとう。ツアーで気が張ってて疲れどっと出てない、大丈夫だって。大丈夫、元気です。今日も元気です。キロッポンさん、2シュートカウントありがとうございます。新一カウントありがとう。もぐもぐ見てくれたのかい。おだっちさん、ダーシャハさん、ミーシャンさん、ありがとう。あら、ローマ字のトシさん、お声も素敵って言ってくれてありがとうございます。虹色さん、水鉄砲。トミーさん、カウントありがとうございます。なのはさん、
バブロー、ありがとね。白熊さんいらっしゃい。ひろっぽんさん、かわいい、ありがとう。ちっちゃ、そうやろ。めっちゃちっちゃいで、ほんとに。爪。比率がね、おかしいよね、私。この指のこの長さと爪の長さ。爪小さいやろ。爪楊枝の先くらい。どんぐらい、多分ね、あの薬のね、錠剤ぐらいだと思う本当にそれぐらいだと思うよ。薬の錠剤と一緒ぐらいかな、この小指は。やばい、これ伸ばさなきゃ。伊藤ちゃん、りょう、ありがとうございます。お、秀幸さん、フルだ、ありがとうございます。必ず行こう、約束の場所、僕らの夏。ありがとう伊藤ちゃん、りょう、ありがとう。やつふささん、いらっしゃい。 T やんさん、はじめまして、ありがとうございます。ももさん、おばんです、ありがとうございます。お、ありがとうね、ネイル。なんかね、親指とここはね、あのちょっとキラキラさせてもらってる。最近はなんか麻雀をね、打つたびにね、あー、こんなボロボロじゃダメだなと思って、ちょっとネイル行きたいなってずっと思ってたので、行けてよかったです。ちょっとね、爪がね、ずっとネイルしてたからボロボロになってきてね。ももさん、おばんです、ありがとう。まささん、ファンタのクリームソーダいいね。クリームソーダ味がある。ハムさん、ありがとうございます。へえ、ジャムおじさんとバタコさんって妖精なんだ。え、バタコも妖精なんですか。え、妖精なんだ。バタコさん男の子だと思ってた。嘘、本当。ヨッピーさん、フル、ありがとう。ヨッピーさん、ケンスケさん、花束ありがとう。ケンスケ、サトシさん、ありがとうございます。もぐもぐ、ヨコポンさん、ありがとう。うん、アニメ見ることもストレス発散法だね。そう、今ね、地獄楽をね、追いかけてるんだけど、めっちゃ面白い。なんかやっと追いかけてるんだけどそれはね、見てます。まゆまゆさん、いらっしゃい。花からさん、花束ありがとう。きゃー、アントワーヌさん、ありがとうございます。あ、ほんと？愛媛もちゃんと熱くなりました。私の去った愛媛また帰るわよ。のぶしゃん、フル、ありがとう。のぶしゃん、今日も。大将さん、フル、ありがとう。抜歯終わるまで腕立てできないので、代わりに、あ、そうか、筋肉のパワー全力。何、筋肉のパワーって、何、筋肉って、あ、あれか、パワーってやつか。パワー、声合ってる。お仕事いってらっしゃい、お大事にね。ひなおちゃん、でもストレスあるのねストレス、あ、うん、そりゃね、蓄積したりするよね。りゅうせいさん、こんばんは、ありがとう。りゅう、バブル、ありがとうございます。フジモンさん、フル、ありがとうございます。いや、スポンジみたいな食感ではない。なんて言うんだろう、なんて言ったらいいんだろうね。ピルクル、おばば、フル、ありがとうございます。おさぴーさん、セミ、ありがとうね。奈良菜の葉さん、そうなんじゃ、それ大変や。お大事にです。
るかさんありがとうございます。みひろさんアイスありがとう。ねえようちゃん慣れてきたけどね割と。よっちさんローマ字のゆいさんありがとうございます。おお、よしさんもイカ水なんですか。ローマ字のスイカさんセミありがとう。24時過ぎての配信はチケット消費しないのか。うん、あの3時まで消費しない。夜中の3時で1日になってたはず。マサ31さんありがとう。マサさんプチありがとうございます。進行ひろくんおやすみありがとうね。おかめさんいらっしゃい。こしさん2シュートカウントありがとう。花が戻ったらもう一度食べたいリストみたいなのつけてみたらどうかしら。だってあー確かに確かにね。でもね割とねあのもう食に対してはすごいエンジョイできてる。でもな何がねあれかな食べたいかな。治ったらコンドルさんフルありがとう。今日もコシさん2シュートカウントありがとう。新一フルいやありがとうございます。毎日暑いね本当に。よっちさん何何これ何これ、え何これ、ペンギンかサメかわかんないようなのくれてる。ありがとう。あの海のペンギンイルカかな。ゆっちさん回復ポーションありがとう。花からさんフルありがとうございます。のりたまプチありがとうございます。え来た、フォロワーさん、えフォロワーさん1万7000に来ました。なんか行ったり来たりしてるんだけど待って私まだこれ 16.99 なんだけど。まさみうらさんありがとうございます。ツアー中お土産、あお土産買ってないな、買ってないです。そういえばおばばペンギンのプールありがとう。カンタムさんいらっしゃい。まめちゃんフルありがとう。プランタリウム行きたいよ君のところへ今すぐ駆け出して行きたいよ枕で何も見えない。ありがとう。ひでゆきさんおんぱありがとう。爪が小さい人って器用だって聞くよね。本当？細かい作業得意だって。どうかな、細かい作業か。例えばなんだ細かい作業って。おさぴーさんサイリウムありがとう。まさまささんありがとう。顔薬の錠剤はいくらなの。いやいや本当に薬の錠剤と食らいよ、捨ててあげようか。ここにねちょうどねあるので。あでもこれ空のやつしかないけど、これねごめんちょっと空で、ほらほらこれ錠剤の方が大きいえこれすごくない、錠剤の方が大きいんだけど。足の小指より錠剤の方が大きいです。この人差し指と一緒ぐらいかな。うん人差し指と本当にちょうど一緒ぐらいだ。ほらやばーい。ケンスケフルありがとう。フルあら早いわね。やつふささんフルありがとうございます。今日も嬉しい。
なのはさん、セミありがとね、ありがとう、ありがとう。ひでゆきさん、音符ありがとう。おばば、プールありがとう。ペンギンプール、あれこれどこまで読んでたっけ、これ読んだな。え、ももさんの方がちっこいんだって、すごいね。これよりちっこいとは。伊藤ちゃん、ハンプチとカウントありがとう。しんじさんいらっしゃい、カタカナの。あと虹色さん、ハートありがとう。かんちゃん、フルありがとうございます。かんちゃん、小さい爪だと、そう、ネイリストさんも絶対大変だと思うよ。めっちゃね、細かい作業になってくるもんね。今日のね、ネイリストさんはね、なんかね、スピリチュアルなね、人でね、あの入ってきた瞬間に、あのすごく気の流れがいい人ですねって言ってくださって、なんか霊とかそういうのは見えないけど、陽か陰かとかは分かるみたいなのをあの聞いて、え、すごいと思いながら聞いてたら、めちゃくちゃいいらしいです。私なんか陽の気が流れてるんだって。なんかもう入ってきた瞬間分かったって言われて、なんか嬉しかったです。気の流れがいいんだって私。ひらがなのくにさんいらっしゃい、ありがとう。かんちゃん、フル読めとったかな、ありがとうございます。なのはさん、水鉄砲ありがとう。伊藤ちゃん、花束ありがとう。10個も灰柄のネイルしてみて、あ、そうそうそう、いつかはやってみたいんだけどね。でもね、テレビ対局とかで灰柄にしたらね、分かりにくいからね、多分やっちゃダメなんだと思うよ。伊藤ちゃん、小学校さん、花束めっちゃくれてる、はさ、ありがとう。あっくんさん、いらっしゃい。やつふささん、フルありがとうございます。カウントと、てっくさん、あ、またこれ来た、このペンギンかイルカかみたいな、ありがとうございます。伊藤ちゃん、今日は暑かったね、本当に暑かった。のぶしゃん、バブルありがとう。え、おばば、ぼっちザロック見始めたんだ。映画もあるよね、楽しみ。虹色さん、エイジさん、フルありがとう。お、何度目の青空か数えてはいないだろう、日は沈みまた昇る、当たり前の毎日、ありがとう。ピルクル、どう、10個もありがとうございます。底辺さん、こんばんは、ありがとうございます。寝落ちしてました、おはよう、ありがとう。なのはさん、りょう、ありがとう。え、私もなんだけど、キラさん、山田くんも私も追いかけてる今、地獄楽と。早く呪術廻戦も見たいのに。愛媛って駅がまだ自動改札ではなくてスイカとか使えないって本当ですか？あ、本当です。これ広めてかんとね、あのあれだから通れないよ、みんなスイカとかパスモは電車は通れないです。あの代わりにその地元のカードというか E カードっていうんだけど、 E カードがあればピッていけるんですけど、自動改札じゃないのはね、 JR 松山駅だけかな多分。 JR 松山駅はね、あの駅員さんに切符渡す感じになりますね。だからもうすごいわよ、あのなんかね、ほんと JR 松山駅だけは江戸みたいな感じ、タイムスリップした感じがする。でもいいよね、めっちゃ。伊藤ちゃん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ケンスケ、フルありがとう。ケンスケ、カーマインさんいらっしゃい。
やー、ナタデココとは違うかな。ひょうたん、なんか中が空洞だからね、あそこから。なんて言うんだろうね、カリーみたいな、割ってやったみたいな感じ。ヨコポンさん、セミありがとうございます。名古屋も一気に昼間は、え、セミ鳴いてた？まだ聞いてない私セミ。そう、高丸さん、お久しぶりにありがとうございます。タッタさん、いらっしゃい。何、カーマイさん寂しいんですか今日は。ワンガンさん、伊藤さん、ありがとう。ユッキーさん、フル、ありがとう。君の笑顔が好きだよ。おにゃも、ジャンさん、かおりさんのルームよりカウントありがとう。もぐもぐマスターなのかいって、はらめたろ。そういうこと。おがこさん、フル、ありがとうございます。昨日焼き鳥屋さんで隣に座ってた初めましてのカップルが愛媛出身でした。たまたま。おがこさんどこにいるの。炊きたてのお米の香りが恋しいんじゃない。あ、そうだね、それはそうだ。わあ、お腹すいた。私まだ夜ご飯まだなのよ。道秀さん、いらっしゃい。ひょうたん、そうそう、漬物でした。へえ、薄切りとかあるんだ。ひょうたん、サメパンダかこれ。サメパンダ。カリタン、カウントありがとう。スエさん、プチ、ありがとう。ただいま懇親会中で無音だって。ひなほ、 2days の余韻半端ない、歩くを聞いて頑張るだって。ありがとう、ありがとう。無音か、スエさん。かっこよく、あ、ごめん、もうね、あのあれがないの、ペンのインクが。買いに行かなきゃー、ごめんね、本当にもうないの、一滴も。 C さん、いらっしゃい。イズキュン、ありがとうございます。ブラッチフル、お、同じく1699だった。もうちょいだね。クリームシチューとビーフシチューどっち派。あー、クリームシチューかな。牛乳好きなので。ナノハさん、ファイト、ありがとう。ユージさん、こんばんは。天月さん、ありがとう。とろけるさん、プチ、ありがとう。たいしくんさん、食をエンジョイ。ひなおさんって一番好きな食べ物って何ですか。白米とウニかな。ウニ好き。かずきレインボースター。おさっぴーさん、バブル、ありがとね。伊藤ちゃん、サイリウム、ありがとう。のりたま、花束、ありがとう。辰の倉さん、いらっしゃい。ゆっきーさん、りょう、ありがとう。さかぴーさん、フル、ありがとうございます。あ、プレゼントね、受け取ってるよ。待って待って待って、しーち待って、しーちのも受け取ったはず。いただいたやつ、何と何が入ってるやつだっけ。愛媛の姉、受け取ったのよ、ピルクル。何、ほんまやって。あー、バファリンね、バファリン。錠剤がでかすぎ、嘘、錠剤がでかすぎ。まさかの。ローマ字の石さん、尊い、ありがとうございます。しげきさん、いらっしゃい、ありがとう。ひなの、ひなほちゃんの爪飲めるわって、やめてー。みーぱぱさん、フル、ありがとうございます。今日もさとしさん、セミ、ありがとうございます。あ、すす、大丈夫。ありがとうございます。バファリンね、そうそう、ちょっと朝起きた時にね、カチ割れそうだったので飲んどきました。リュウフル、ありがとうございます。ライブとその余韻に浸りながらの帰り道でストレス爆散だって。飛んでくよ、嬉しいね。じゃあライブで、あの
元気になってくれてるということだね。みぱぱさんかわいい、ありがとう。ゆうじさんカウントありがとうございます。手自体もちっちゃい、うん、ちっちゃい方だと思います。手足はなんかね、すごくね、面白くてね、手自体の大きさはちっちゃいんだけど、指の指は割と長い方で、でも爪はまたちっちゃいみたいな感じかな。なんかここの具というか中身の方がちっちゃいのだと思う、多分そういうことだと思うんだけど、そういうことだね。まさまささん、セミありがとうございます。今日もセミ鳴いてた。だって早いね、みんなセミが早いよ。みぱぱさんハートありがとう。ドナルドさんフルありがとうございます。もぐもぐひなおいちゃんありがとう。もぐもぐしてたね。みぱぱさんりょうありがとうね。大和樹もバファリンで測ったんかい。負けたなりだって。みぱぱさんビーチボールありがとう。ネロリさんいらっしゃい。画面越しにウインクして応援してますだって。ん、ネロリさんがウインクしてくれてるってこと、画面越しに。あ、私か、私が画面越しにウインクしてって言ってるのかな、こういうこと。ネロリさんが画面越しにウインクしながら応援してくれてるんかと思った。しんいちバブルありがとう。ユッキーさんレインボースターありがとうございます。あらロッピーさんそれ大変、偏頭痛がひどいな。そっか、用の木分けてください。 A 分けますので来てください、ライブやイベント。みぱぱさんリュウハートありがとう。お酒弱いさん Me too です、はじめましてありがとうございます。ネロリさんクマありがとう、太鼓のクマ嬉しい、ありがとうね。にじいろさんそう言ってくれて、みんなのおかげでヨウの木が流れてるんかな、もしかして。カタカナのシュウさんフルありがとう。シュウさんローマ字のクマさんいらっしゃい。拝みに行かなきゃ。拝みに来てくれるの。虹ありがとう。誰だろう。あ、陰陽師って言うんだ、そういうのを。京都出身って説得力あるわだって。いや本当にね、すごいね、言ってくださった。陰陽師ありがとう。ネルさん嬉しい。ワンガンさんセミありがとう。最近麻雀ゲームやるの多すぎて大変だって。あ、ワンガンさんそっか、いっぱいやってるの。借りたん一周ありがとう。一周ヨウちゃんカウントありがとうございます。おひなのネイルを画伯に描いていただきたいだって。これをエイジさんサイリウムありがとね。伊藤ちゃん流れ星カモシカさんほぼフルありがとうございます。ほぼフルまー、あ、ちゃんいらっしゃい。やっくんにブラッチフル今日もありがとうね。面白い顔で決めポーズだって。このひょうたん、ひょうたん見た時のびっくり顔。やっくんだるまレンジャーコテありがとう。え、かずきいいカード作ったんだっけ。作ったの。江戸は言い過ぎ江戸言い過ぎたかな。気の流れがいいのは特に増してる気がする。おー、ほんとババ。こと
キンニョンさんありがとう。ひろしさん、ローマ字のおさむさんありがとうございます。そうそうそう、 JR 松山駅はね、あの今ちょうどあれよ、改装というか、なんか大きなね工事に取り掛かってるんですよ。菜の葉さん本当スイカ使えないよ。だからね、こっちに半分引っ越してくるまではもう何にも持ったことなくてね、そのスイカとかパスモとか、こう1年ぐらい前にこっち来るまでは。大阪もセミ鳴きまくってるらしい。猫プー、松山駅で間違って反対方向の電車に乗ったら駅員さんが改札から車内まで追いかけてくれた。よかったね、それで間に合った。あきえもんさん、一周とカウントありがとう。あー、お仕事これから、いってらっしゃい。ローマ字のマサさん、バブルありがとう。ランセキさんいらっしゃい。ローマ字のマサさん、ハートもありがとうね。あれ、名古屋ってツアーの日にもうセミ鳴いてたっけ。あれ、カノンさん、奥様フルありがとうございます。なおちゃんは雷鳴ると窓から見るタイプ。うん、あのいきなりゴゴゴゴゴってなってほしくないから、なんとかこう光を見て、あ、鳴ったな、あ、光ったな、なるぞっていう、なんか準備がいるから見るかな。ローマ字のよしさん、天使の悪魔ありがとうございます。今日もあら嬉しい。ティーヤカさんいらっしゃい。テックさんフル、ありがとう。テックさん今日もこちらこそありがとう。ひのおちゃん、伊予市に行ったらここに行ったらいい、おすすめのところありますか。伊予市、それはもう二見シーサイド公園だよ。ユッキーさん、海がね見れる、まあ砂浜ですね。今多いかな、夏だから。カエポンさん、セミありがとうございます。今年初めて。何、北のマー君めっちゃ可愛い、ありがとう。ああ、コエポンさん、なるほどね、今年初めてセミの鳴き声を聞いたのが。セミありがとう。ワンガンさん、大化の悪魔ありがとうございます。いただいた、新一、しかもね、あのそれ持ってきたからね、また着るね。あの麻雀の T シャツとか、うまかっちゃんとか、うまかっちゃんありがとう、本当に。1回ぐらいなんかプレゼントしたい。ありがとうね、ダーシャーさん。ローマ字のマスさん、フルありがとうございます。お、はたたのクリタルと愛媛県の定番のお土産でございます。ありがとう。わ、ウニイクラ丼しか勝たんよね、大志くん。わかるよ。ニッシーさんいらっしゃい、ありがとう。コシさんフル、ありがとう。今日も昨夜久々にロンロンでイナオちゃん見かけたので、やっと落ち着いたんだな。そうなのよ。ごめんよ。なかなかね、そうなのよ。夜中もね、気づいたら寝ちゃってること多くて、ロンロンになかなか顔を出せてないですけど、やりますんで。今日はね、リアルにも打ててね、練習してきました。若井さんいらっしゃい。
ローマ字のマサさん、バブル、ありがとう。底辺さん、2シュートカウントありがとうございます。手形のグッズ恥ずかしいわ、手形のグッズは。カタカナのマサさん、ありがとう。なおさん、セミ、ありがとう。今日港町でカレーと魚のクラムチャウダーと三色アイスのサイモナカ試食して、鳥と港で遊ぶめっちゃ充実しとるねあ、お仕事か、いいね。ネコプフル、ありがとう。今日もネコプサインを書いてる時のひなおちゃんの手見てるとなんかキュンとするんですそうなのサイン書いてる時の手、私物サインとかかな。本当。北のマー君、ハートありがとう。伊藤ちゃん、虹、ありがとうございます。虹、みひろさんもフル、ありがとう。みひろさん、ネコプハートありがとうございます。ようちゃんフル、ありがとうございます。今日7月11日はセブンイレブンの日、まさか奇跡的に今日のお供はセブン。うわー、す、わかんない、忘れちゃった。これどこで買ったか、セブンだったかも。今日のお供はね、ピスタチオラテです。ジョージア、ジョージアのピスタチオラテもう飲もうかな。ひなほちゃんはようですよね、それようの方じゃん。あんた元気もらってます。めっちゃクリーミーだねこれ。色がちょっとなんか色がすごいけど、これ色がすごい。お供ある方一緒に乾杯。お疲れ様、今日も。わかんない、甘っ、こんな甘いんだこれ。どんな味がするのこれ、ちょっと教えて。甘いね、なんかすっごいクリーミーよ、この色の通り。ピスタチオって美味しいよね、女子に人気らしい。ピスタチオはやばい、もうこんな時間だったんだ、早い。おがこさん、砂浜カニありがとう。え、陰陽師って陰陽師って読むの、初めて知った。アントワーヌさんフル、ありがとうございます。ファン付き作業着でなくては仕事できないくらい暑いです。あー、あれか、あの着たら涼しくなるやつだ。それ着て夏場はお仕事されてるのかね。ブラッチ花束ハサ10個もありがとう。ようちゃん、結婚して尊い、ありがとうございます。ハラメタルンセミー、ありがとう。昔お弁当屋さんのバイトでつまみ食いしてたらあだ名がもぐもぐマスターになった。つまみ食いしたするなよ、つまみ食いを。もぐもぐマスターって言われてたんだ。いいね。ピーヤカさん、カウントとプチありがとう。ガッチさん、ミッチーマウスさん、ありがとうございます。え、ブラッチ、ミキャンアプリってなんだ。残金1000円残ってて11月に使う。お、11月ね、ライブ決まりましたから。若いさん、プチありがとね。あ、おやすみー、ありがとう。そっか、ひらがなのしょうさん、今から夜勤、いってらっしゃい。おかむさんフル、ありがとう。今日も嬉しい。北のマー君、アハートありがとうございます。大工さん、カウントとフル、ありがとう。あら、今日も皆さん夜遅いのにありがとうございます、来ていただいて。よいしょ、7月にお会いできるとすれば7月30日目黒カフーでイベントありますね。こちらはちょっともう締め切っているのですが、来てくださる方お待ちしてます。
あと31日はこれまだ受付してるかな、もし、あ、待って、してないかな、もう締め切ったかな、あのテレ朝のところで、六本木のところでですね、エムリーガーさんと歌対決をするというのに出場させていただきます。これはね、なんか抽選でチケットが当たるっていうやつだったんですけど、もしかしたら昨日ぐらいとかで締め切ってたかも。お待ちしてます。ちょっと待ってね。マハラジさん、タミオさん、大文字のケンさん、ありがとうございます。カタカナのダイさん、ありがとう。バンクバーさん、セミありがとね。ローマ字のマサさん、サイリウムありがとう。あー、そうそう、愛媛でね、夕日の海配信したいなと思ってね、そう、またやりたいです。日暮らしの泣く頃に見てたな。あー、私も見てました、アニメ。トゲフル、ありがとう。トゲ、ひなほちゃんのおかげで松山に行くようになって毎回満喫してます。ありがとう、こちらこそ、たくさん行ってくれて。ローマ字のヨシさん、尊い、ありがとうございます。テックさん、そうなの送ろうとしてくれてたのね、プレゼント。おかきさん、ありがとう。あ、テックさん、おくま、ありがとう。太鼓のおくま。ローマ字のマサさん、バラありがとね。コウセイさんに、ひらがなのシロさん、ヤスプッチさん、ありがとう。スイカさん、フル、ありがとうございます。歌える幅が広い、どうやって覚えてるの。昔は家族でカラオケに行くことが多かったので、母と祖母と行くことが多かった。なんか幅広い世代の曲を聴いてたからとかかな、家族で。どうだろう。おしおさん、こんばんは、ありがとう。みんな乾杯。ピルピルクル、水鉄砲、ありがとう、めっちゃいただいて。大文字のテストさん、フル、ありがとうございます。こちらこそありがとう。ケンちゃんさん、麦さん、スランプコン、ありがとう。モクさん、尊い、ありがとう、めっちゃいただいてる。今日の服はね、そう、なんかね、なんて言うんだろうね、シャロペットみたいなスカートみたいな感じかな。見ます。タツノクラさん、セミ、ありがとう。プラティパスさん、ありがとうございます。マグネットさん、ありがとう。ナノハさん、フルー、すごい、ありがとうございます。ありがとう、こんな頼りない私と一緒にいてくれて、ありがとう。お、サクサクさん、ありがとね、間に合いましたって言ってくれとる。あ、アドリタもありがとう、告知。あ、そうそうそう、あの今週の日曜日に渋谷のね、あのクロス FM っていう、あの公開スタジオみたいなのがあって、そこでラジオさせてもらうかな。え、公開になるのかな。プラティパスさん、ありがとう。バブル、ナノハさん、結婚してに、かわいい、ありがとうございます。夜釣り配信いいね。みんなにね、星がめっちゃ綺麗だから見せてあげたいんだよね、愛媛の。よっちさん、ラブレターありがとう。おかこさん、サイリウム、ありがとうございます。お、バンクバさん、おはよう、ありがとう。ほぼフル 2.7 週、ありがとうございます。よし、お、一回読み切ったな。あ、今日の服装は、ちょっとお待ちよ。今日はね、なんて説明したらいいのかな。今日はこんな感じのスカートです。あー、いててててて
いだだだだ。こんな感じです。スカート。よいしょ。長めのね。正座が疲れたので一回座りながらやろうかな。よし、じゃあ今日もランキング読みするか。髪伸びたよね、私髪伸びたね、本当に。今日の服似合うね、ありがとう。わーい、腹ペコ丸さんいらっしゃい。白のスカート好き。うん、確かにそうですね、白とか黒とかが好きなのね多くなる。ようちゃん似合う、本当ありがとう。菜の葉さん、ペンギンのプール、ありがとうございます。追いついたね。お、ありがとう。猫ぷありがとう。ドナルドさんありがとう。タイム、あら、タイムスペースさん嬉しい。ありがとうございます。お塩さんありがとう。おかきさんバラ、ありがとうね。よし、じゃあランキング読みしてこ。13位、あ、菜の葉さんありがとうございます。菜の葉さん13位、今日もありがとうね。12位、のりたま、ありがとう。のりたまありがとう。今日も11位、ワンガンボーイさん、ありがとう。ワンガンさん今日もありがとう。10位、ローマ字のマサさん、ありがとうございます。ありがとう。9位、ローマ字のヨシさん、ありがとう。ありがとうございます、めっちゃいただいて。8位、あ、北野マン君ありがとうございます。あら嬉しい、今日もありがとう。ラッキーセブン、あ、おがこさん7位ありがとうね。あ、ギリギリだ、明日はいい日になるぞ。おい、12時になっちゃうこれ。6位ヨッチさん、ありがとう。ヨッチさん今日もありがとうございます。5位ブラッチー、ありがとう。誕生いつもありがとうね。4位モクさん、ありがとうございます。モクさん、たくさんいただきありがとう。3位、プルボン、テックさんか、テックさんありがとう。あ、嬉しい、ありがとう。え、変わっちゃったで3位、プルボン、ピルクロだ、ピルクロありがとうね。3位、めっちゃいただきありがとう。そして2位、伊藤ちゃん、わーい、伊藤ちゃんめっちゃいただいてありがとうございます。そして今日の第1位、あぼん、テックさんありがとう。テックさん1位、ありがとうございます。わーいわーい、待ってね、読めてない人いるよなきっと。モクさん、ブラッチ、ヨッチさん読めてるか。1767名様、夜遅くに来てくださってありがとうございます。毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう。ということでですね、今日はちょっと遅いですけど、ペンあったかな、一曲歌って終わろうかな。イヤホンマイクですけどね、ちょっと激しめのロックとか以外で歌いたいと思います。リクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーい、スタート。あ、誰かが誕生日を迎えた音がする。テックさんおめでとうございます。テックさんのコメントどこだ、おめでとう。あー、テックさん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアテックさん、ハッピーバースデー
めでとうテックさん。しかもしかもね、しかもだけどよ、おお24歳、あ違う24時だった、まさかの1個下かと思った、24時でした、24時になりました。はらぺこまるさん、おみつさんいらっしゃい、ありがとう。オールアロミズイよね、ネゴヒトさん。ペンがダメだ、ペン、あ、ありました、こっちにもありました。君の知らない物語、まあ一家さんお疲れ様。真夏の果実か、オーラロ水多いね。恋するフォーチュンクッキー、揺れる思いいいね。アイドル、激しめのロック以外のくれない、ないよそれは。スピッツの楓ね、シルエットロマンス、ファーストラブ、アイドルね、いつかちょっと待って、アイドルね、君を乗せて、おおテックさん、そうなんだ、でもおめでとう、そっかそっか、29歳だ、ラスト20じゃん。ブンブンさんこんばんは、迷惑でしょうがか、優しさに包まれたなら、青い春いいね、恋に落ちて、夏祭りいいね、君空奇跡、エゴイストさん多くない今日、島中の宝、よし決めるか。じゃあ今日は少しリクエストの多かったエゴイストさんの曲歌おうかな。わしの大好きな歌手の方です。私と君、神様、どこへ行ってしまったのね。返事はなくて、いつだってそうだよ。I still here. You never. Oh
エゴイストで All Alone With You という曲でした。私の大好きな曲です。ぜひ本家の方聴いてみてね。お、クラさん、わー、しんいち、おさぴーさん、もっこさん、めっちゃいただいてる。クラさん、ありがとう。あー、もくさん、くらさん、にじいろさん、めっちゃいただいておりました。くらさん、ミラボー、くらさん、ありがとうございます。ミラボー、テックさん、おさぴーさん、拍手ありがとうございます。おがこさん、ひでゆきさん、ねこぷ、よっちさん、こんにゃくさん、もくさん、ありがとうね。今日もあ、ブラピヨピヨさんかな。今日もありがとう。それでは遅くまでありがとう。今日はまた明日ね。おやすみ。ありがとうございました。5、4、3、2、1、おやすみ。バイ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 。